はい、こんにちは。まえチャンネル前原でございます。今日はこちらですね。スターウォーズのプラモデル6分の1スケールのストームトルーパーです。こちらですね、出たばっかりの6分の1スケールのプラモデルですね。プラモデルでこんなでかいのが出たんですね。じゃあ早速開けていきましょう。はい、中はこのような感じになってますね。もうあれかな、12分の1スケールのパーツがそのまま大きくなったっていう感じですかね。では早速組み立てていきましょう。はい、ということで完成しました。こちらが6分の1スケールのストームトルーパーですね。でかい、すごいでかいですね。ちなみにですね、12分の1スケールのストームトルーパーこの大きさでございます。まあこれ塗装してショックトルーパーにしたんですけれども、こんな差がありますね。すごいね。これの、そのまま拡大版かなと思ってたんですけど、そうじゃなかったですね。微妙にこのヘルメットの中のパーツとか細かくできてまして、結構作るのには時間かかりましたかね。1時間半ぐらいかかったかな。はい、なんかね、服変わってると思いますけど、翌日でございます。今日ね、ちょうど所属事務所のウームのおもちゃ系ファミリー系の忘年会がありまして、行ってきた帰りでございます。なんでちょっとほろ酔い気味でございます。すいません、ごめんなさい。はい、ということで細かく見ていきましょうか。はい、ということで顔はこのような感じになっておりますね。ちょっとここにあるこのヘルメットに比べても、なんだろう、ちょっとアニメっぽいっていうのかな、 CG のストームトルーパーに近い感じがしてしまうんですよね。なんでなんだろう。可動は12分の1のプラモデルと一緒と思いきや、実はこのつま先がちょっとだけ動きます。しゃがんだポーズとか変わったポーズもできるんじゃないでしょうかね。何言ってんだろう俺。それで他にもですね、手首パーツついてきましたが、そんなに多くないですね。あとはブラスターピストルと、ブラスターライフルを固定するためのこの三脚みたいなやつ、あとはこの魂ステージみたいなクリアパーツの台座がついてきました。やはり今回のですね、ストームトルーパー大きいので、重心を取るのが結構大変なんですよね。なのでこうやってね、しっかり固定してあげると倒れにくくなりますね。いいね。はい、ちなみにこちらがですね、マスターピースのダースベイダーでございます。スケール合ってますよね。うん、いいんじゃないでしょうか。ちょっと普通にストームトルーパーも立たせてみましょうか。はい、このような感じですけれども、あ、いいね。ていうかマスターピースのダースベイダーがあれば、ストームトルーパーはマスターピースじゃなくてプラモデルでいいんじゃないの。これね、こうやってもう一体ここにさ置けば完璧じゃないですかこれ。はい、ということで今回はスターウォーズのプラモデル6分の1スケールのストームトルーパーでした。はい、ということで今日の動画がもし良かったなとか楽しかったなと思った方は、ぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、ちょっとほろ酔いなのでこんな変な感じで終わりたいと思いますけれども、ですね、今週1週間はですね、ローグワンの公開直前ということで、スターウォーズの関連の動画をですね、5本上げてきました。昨年のフォースの覚醒に続いてですね、今年もやったんですけれども、今年はね、本当にね、厳しかったですね。再生回数的にも。なので、見てくださった方には、本当にね、感謝しております。本当にありがとうございました。はい。本当、これが一言言いたかった。ということで、今日も一人でやっていきましょう。質問回答コーナー。はい、それではですね、高級でハイクオリティなベイダー、ムービーマスターピース、ダースベイダー、こちらですね。これの動画でいただいたコメントを読んでいきたいと思います。ジョージ・シンさん、ジョージ・アラタさんでいいのかな。ホットトイズは取り扱い注意の代物ですね。肘などずっと曲げているとシワついちゃうので、基本すだちの方がいいですね。あ、そうなんだ。なるほどね。やっぱ服だからね、こうやって曲げてちゃいけないわけですね。なるほど、すだちで保管しておきたいと思います。ありがとうございます。トランゴフィシャル P さん、I'm a foreign subscriber, so I can't speak Japanese, sorry. But your videos are awesome. I really enjoy it. Hope you understand. May the force be with you. Thank you so much!
はい、ということで、今回の動画のですねコメントはこの次の動画の最後の方で、回答していきたいと思いますので、こちらの動画にもたくさんコメントいただけると大変嬉しいですね。ちなみにローグワンはですね、私はこの動画の公開時点ではまだ見てないと思いますね。もうちょっとした後レイトショーぐらいで見られるかなと思っております。また感想など、すごくね気に入ったら動画にしたいと思います。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。